で、また今回、いつもそういったユースケースある中で一つ、個人的にも期待しているのがこの電子書籍になります。で、電子書籍調査などを取ってみますと、実際に使われている方もいるんですけれども、非常に使いたいという要望が非常に高いのに対して、そんなに使いたいけども使ってないという方が多いんですよね。それでやはりコンテンツだけでなく、届いている倍数というのがまだ足りていないというところで思っております。こちらですと本当の本のような、届いデバイスとして持ち歩いてデートで読みたくなる、ユーザーさんが増えていくんではないかというふうに期待しております。先ほどちょっと書籍と同じぐらいのサイズというふうなご説明いたしましたが、今までのご位置と比べていただくと、圧倒的に表示領域広いですので、いちいちこうページめくりをしなくとも本当に書籍を読んでいるような感覚でストレスなく読んでいただいたり、あと重さも文庫本とほぼ同じ重さですので、片手で持っていても疲れない。またあと文字ですと大きさ調整できるので、ちっちゃいやつでもなんとかこう漫画絵は読めるんですけれども、読みにくいのは漫画ですね。こちら大きさ自動で調節してくれないので、ちっちゃい画面ですと、細かいグリッド側に読もうと思ったらこういちいちこう拡大してしないと読めません。今回こちら、ナレサブレットと比べても、遜色ない、本当に文庫本のような大きさになっておりますので、拡大することなく、またフル HD ですので Ruby も、拡大しなくてもこうくっきりとご覧いただくことができます。また今回どちらも、電子書籍のソニーのリターフリップを搭載しております。こちらの方から単に電子書籍読んでいただくだけではなくてですね、選んだキーワードの方を簡単にそのまま検索をしていただいたりですとか、あと文字の方を、自分が大画面を生かしてこう細かい字をたくさん読みたいですとか、大きい字をせっかくなので普通のスマートフォンだと入らないようなでかい字でこう目を休めながら読みたいですとかというところのサイズに合わせて自動できれいな、文字のレイアウトを調整するような機能が入っています、はい。またコンテンツによっては、そこから直接、雑誌などですね、電話ですとか地図と連動するような、そういったところにも対応しております。また、やはり大画面ですので、SNS なども見やすくなっています。で、Facebook 疲れということが最近よく聞かれるようになって、私もちょっと Facebook 疲れて最近当ててなかったんですけれども、こちらですと非常に迫力のある写真をこうご覧いただくことができて、結構 Facebook のアプリ立ち上げるだけでイメージ違うなと思われると思います。非常にこう本当にその場で写真をシェアしていただいているような感覚で見られるので、また Facebook を見たいというふうにちょっと楽しんで、SNS もできるようになります。また今回こちらも申し訳ございませんが、ペンの方用意ができなかったんですけれども、こちら Xperia Z Ultra のペン入力に対応しております。で、従来ですと、静電のタッチパネルですと下に売られているものはチョークのようなちょっと太いペン先のものしか売られておりません。で、それですとどうしても書いてみてもどうしても太いので大きい字しか書けないので、あまりメモを取ったりですとか、細かいスケッチを書いたりということはできないんですけれども、今回本当に鉛筆のように細いペン先のスタイラスでも読み取れるように新しくハートの方を開発しております。こちらもちょっと後ほどパチャブを触っていただける場合も設けますので、その時にちょっとサイズ感の違いなどをご覧になっていただければと思います。で、こちらに合わせまして、アプリケーションも作っておりまして、スイッチ用のアプリを作っております。私ごころないのが手に書けないですけれども、ポテンシャルとしてはこれぐらいお手に書いていただいたりですが、ちょっと助けといたしまして、写真を取り込んだりですとか、写真のところをいくつもこうブラシですとか、を変更したりですとか、いくつかステッカーなども入っておりますので、写真を単に文字を書くだけではなくて、撮った写真を加工して楽しむ、そういった使い方もできます。はい。で、またウェブサイトなどから、こちらスモールアプリの方にクリッピングマネージャーというのがございまして、そちらの方からこう自由にこう手書きでくり抜いたものをステッカーアプリに貼り付けて、スクラップブックのようなものを使っていただくようなことができます。またちょっと大画面ならではの使い勝手といったところで、筋力、筋入力がございます。で、右側につきましては、これやはり大きいものですので、片手でしっかり持てるんですけれども、片手でちょっと電車に乗っているときに操作がしたい。そうしたときに、キーボードのサイズを自由に切り替えられるように、今回、キューボックスを作っております。で、こちら、自由にお客様の方が好きな位置、好きな大きさに変えていただいた後、それをワンタッチで、お好みの大きさと元の大きさと切り替えられる。ちょっと左側実は機能ではないんですけれども、実はあれこれ片手でこういった使い方もできるんですけれども、そのままのサイズ感がすごくこうなしてまして、両手打ちものすごくやりやすいんです。
こちらキーピッチ、アルファベットをよく打ち間違えて、別のを使ってしまう部分があると思うんですけれども、こちらの電子手帳と同じぐらいの、1.3 ミリぐらいの、キーピッチを実現しておりますので、非常に打ち間違いすることなく、よくて素早く、動きいただく、そういったことができます。また、大画面でのユースケースとして、ゲームがございます。こちらのプレイステーションモバイルの、アプリにも対応しておりますので、そちらでプレイステーションのから提供されておりますゲームを楽しんでいただくこともできますし、まあ、最近ですと Android のマーケットを見てもこうゲームが非常にずらっと並んでますように、まあ、ゲームというのをお客様にとって、非常に、まあ、スマートフォンのメインのユースケースになっておりますので、まあ、そういったところも大画面で迫力を、持って楽しんでいただけます、はい。まあ、最近ですとファイナルファンタジーならすごくちゃんとしたゲームとかも手頃なところで出ていますね。またこちらちょっとこちらは Wi-Fi のタブレット版ではなくてスマートフォンのみの話になるんですけれども、今回、スマート Bluetooth のハンドセットというものを用意しております。ちょっと私身につけている、こちらクリップのように簡単に身につけられるサイズになっているんですけれども、こちら写真見ていただくと普通の Bluetooth ヘッドセットに見えますよね。イヤホンをつないでそれで音楽を聴いていただいたりですとか、イヤホンでこう音を聞きながらマイクでこう電話をしていただいたりと、最近そういった Bluetooth のアクセサリーに使われる方も増えていると思うんですけれども、今回一番の特徴といたしましては、この黒い部分、黒い四角い部分にペットマイクとレシーバーと両方積んでおりまして、あとは着信音を鳴るためのスピーカーも積んでおります。これ何かというと、イヤホンこれ刺さなくてもこちらに電話かかってくるとなって、これでもしもしというふうに武器として使っていただける。でこちら、先日のスマートウォッチ弊社のものもありますし、まあ、CS で 出させていただいたスマートウェアなど、ちょっとスマートウェアの流れが来ているんですけれども、まあ、そういった中でこれもちょっと近い考え方で、まあ、今まで電話ってこれぐらいのサイズ感が当たり前だっていう規制概念を壊してしまって、まあ、電話がこのちっちゃいものでしてしまって、もう一つ持ち歩く端末はより映画を楽しめるようなちょっと大きいものを2つ持つということでこう、新しいサイズとしてやる、まあ、そういったものができるような新しいアクセサリーだと思っております。そのでこちらちょっと au プラスワンコレクション限定での発売となっております。でこちら、まあ、ちょっと簡単に説明ですけども、一手間表示ついておりますので、ここの中でかかってきた着信相手ですとか確認して、そこからダイレクトに携帯操作せずに、かけ直す、まあ、そういった使い勝手